皆様、こんにちは。知財塾運営の上池です。早速ですが、2021年1月開講の、明細書作成ゼミの開講前ガイダンスを始めさせていただきます。知財塾自体の説明は別途公開しております。知財塾のコンセプト紹介という動画をご確認いただければと思います。で、今回の流れとしましては、ゼミの内容、研修形式、開催日程等をご説明していきます。で、それでは、ファシリテーターの佐竹さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、自己紹介から始めさせていただきます。佐竹誠二と申します。ここに、プロフィールとしては、特許事務所を経て、前職がゲーム会社ですね。で、権利形成、交渉を通していって、で、今、IP テック特許業務法人というところで、特許部門全般を、見ております。で、主に IP テック特許業務法人では、特許権利化実務ですね、の体制構築を担当しております。今回の知財塾の明細書作成ゼミのコンセプトですね、こちら、明細書作成までを完結させるというところが大きなコンセプトになります。で、発明案というのが事例を用意していて、その事例をベースに、何について、ドキュメントを作っていくという対象を決めていって、明細書作成までやると。で、具体的には発明者を想定してヒアリングをして、これ頻繁に発生する業務となりますが、発明者ヒアリングをして、発明はこういうものではないのかという抽出をするという。で、そして、権利化、どのような範囲で権利化するのかという検討をしていって、特許請求の範囲、クレームと呼ばれているものですね、を作っていくという、明細書完成までの具体的な手法を、事例を通じて身につけていくというものになります。で、今回、明細書完成までの手順についても、整理はしていまして、フレームワークに沿ってですね、あと、かつ手順に沿って明細書を書くということを、やっていくというゼミとなります。では続いて、想定受講者についてですが、今回の明細書作成ゼミで想定している受講者の層についてお話しさせていただきます。まず、新しく特許技術者になった方、つまりこれから実務やりますよというような方ですね、がまず想定されております。つまり、いわゆる未経験、明細書作成については未経験ですよっていう方が主な想定となります。で、あと企業の知財部に所属している方も、もちろん大量の特許出願が関わっていて、発明抽出とか発明発掘活動されていることは多くて、で、多くの場合は特許事務所に外注はされていると思うんですが、実際に明細書を書くっていうステップについては経験されていないということも多いかなと思います。そういった方もこの想定の受講者となります。で、最後に、明細書作成については経験があるいは実務経験者ですね。こちらについても、改めて明細書作成の手順ですねを、振り返ると、スキルを上げたいという方も、想定の受講者となります。前のページにも、フレームワークで明細書作成を学ぶっていうところもあったように、初心者でも、学びやすく、どういうステップで明細書作成すればいいかっていうところが、身につけられるようになっているっていうことで、思ってますよね。そうですね。ありがとうございます。今回、明細書作成ゼミで何ができるようになるのかというところですが、これ、頻繁に発生するオペレーションになるんですが、何が発明かというところから始まるんですが、ことも多くて、で、何が発明か抽出するような作業ですね。で、続いて、これが発明だって特定した上で、権利化ですよね。できる、どこまでができそうかっていうようなものを抽出するというところが頻繁に発生するところですが、こちらのスキルがまず初めにありますね。で、その上で実際に、権利取る上で特許請求の範囲という文言を定義することになって、これがとても重要なスキルとなりますが、このいわゆるクレーム作成のスキル
ですね。こちらもあの手順に沿って、クレームを立てていくと、あるいはどういう観点でクレームを立てていったらいいのかといったことを、ゼミを通じて、身につけるということが目標となります。で、クレームを作ったということは、その次に、それを裏付けるような、実施形態を書くのが明細書作成となるので、この明細書をしっかりと、まあ、作り切るというところも目標としております。で、まあ、特にクレーム作成とか明細書作成っていうところは、まあ、多くの場合ですね、こういうことはやっちゃい、書いちゃいけないとかっていうようなことが、まあ、あって、で、まあ、やらない方がいい、書いちゃダメなことを突き詰めていくと、まあ、すっと自然とあまりこう、まあ、いい明細書になるというのが一つあります。まあ、そこはぜひ目指したいところだと思っております。はい。では、これらのスキルをどういったステップでこう学んでいくのかというところです。よろしくお願いします。はい。ここは、まあ、どういったステップで学んでいくのかというところなんですが、まあ、一つの事例について、こういったことを繰り返していることになっております。で、まずは、発明抽出するというところから始まって、次に、じゃあ、それを具体的に、クレーム、特許制限の範囲で作る。で、続いて、明細書を作るっていうような手順となっております。まず、最初の発明抽出のところですが、ここはまあゴールのドキュメントとして発明提案書を作るというものがあります。まあ、これは、まあ、発明提案書というものは、こういう内容がすでに世の中には知られていて、新規ではないからっていうところから始まっていて、ただ一方で、発明としてどういう課題を特定して、理解手段をこうするというようなものが特定していくと。で、いうところが発明抽出の部分となります。つまり、こういう内容で発明として捉えて、権利形成してはいいのではないのかなというのが発明提案書となるんですが、この発明提案書の作成がまずゴールとなりますと。で、続いて、発明提案に基づいて、実際に特許請求の範囲を書き出していくというクレーム作成のところですね。で、ここもステップごとに分けていって、まずメインクレームを作っていくとか、で、メインクレーム作った後は、従属項って言われているものがあるんですが、どういう観点で掘り下げていったらいいのかっていう方向性を考えていき、続いて実際にじゃあクレームを書き下していくというところをですね、順番にやっていくってことをやります。で、特許請求の範囲で、まあ、発明掘り下げた部分まで含めて、完成するとですね、まあ、これに基づいて、このクレーム特許請求の範囲を裏付ける明細書を作っていくということが最後やっていくということになります。はい。では、これらのステップをどんな事例で学んでいくのかというところですね。はい。今回、事例、3事例ですね、を、繰り返し、事例3つ繰り返すことで、ひとまず明細書を書き切るというところを3回やるということを、想定しております。で、実際に権利化された事例ベースにしようかと考えております。で、事例としては、まあ、科学分野とかですね、機械分野とか、電気分野とかあるんですが、まあ、今回は IT、電気分野の製品サービスを中心とする予定です。まあ、そういう予定なんですが、まあ、この分野の予備知識、専門知識なくても受講可能なような事例を選定する予定です。で、中身としては、まあ、ハードウェア、ソフトウェア、で、サービスですね。今世にある IT サービスを想定したものの、まあ、3事例にしようかなという想定です。まあ、もちろん、専門知識がなくても、明細書作成で取り組めるように、あらかじめですね、必要な資料等は用意する想定です。技術的知識がない、ほぼ必要なくても、まあ、書けるような発明っていうのはもちろん、分野によってはあると思うんですが、多くの場合、まあ、何らかの技術知識が必要だったりするような事例がほとんどなので、まあ、今回は、
専門知識がなくても大丈夫なように、ものにしつつ、あと必要な資料も用意するといった形式を想定しております。ただここについては要望ですねあった場合にはまあ多少この事例の入れ替えというか、こういうことをやってほしいということがあれば差し替えるということもまあ想定はしております。はい。はい、ではこのゼミ全体がどんな流れで進むのかというイメージ。というか、抽象的な話になるんですけれども、その辺ご説明いただけると思います。はい。はい。今回も事例通じた演習形式となるんですが、とはいえ、いきなりですね、これについて何かドキュメント作りましょうといったところ、言ったとしても、なかなかうまくいかないことがほとんどだと思うので、まずは、最終的な成果物を得るまでの手順なり、あるいは考え方のフレームワークですね、こちらを解説をして、まずフレームワークを知るという、まずインプットが最初に来ます。で、インプットをもとにして、あ、こういうふうに明細書作るんだな、完成させるんだなっていうインプットを先にした上で、続いて実際の事例題材とした演習問題という、実際手を動かして書いてみるというところですね、をやります。これがアウトプットというところですね。で、受講者が仕上げてきたドキュメントについて、ファシリテーターで私が、フィードバックですね、コメントしていくと。これはいい表現だとか、これはうまく捉えているといった表現、コメントだとか、あるいは、ここは実はやらない方がいいとかっていうようなところですね。こちらはフィードバックしていくと。で、これが一事例について、やっていくことになるかなと思います。で、特に演習形式なので、あと受講者が複数名、いる場合に、他の受講者の成果物も、見ることができてですね。で、その他の受講者の成果物に対して、ファシリテーターで私がどうコメントしているのか、みたいなところを見ていくのも、非常に面白いんじゃないのかなと思います。で、こうやってまず事例が一個ずつですね。で、特に、明細書完成に至るまでのステップごとに、こういうフィードバックがちょこちょこと入っていくようなイメージですね。で、これで事例が一つできると、また、次の事例ですね。改めてインプットをもう一回して、事例題材にして演習問題といてフィードバックというようなことが3事例繰り返されるといったような内容となります。はい。インプットの部分は、演習をするためのインプットにはなってしまうので、その知識に関するインプットっていうのは、ファシリテーターからは、する想定ではないんですけれども、初学者の方向けに、一応その、どういう知識が必要で、それは何かみたいなことを説明する補助教材みたいなものは一応ご用意してますので、そこは安心して臨んでいただければなと思います。はい。では、オンラインでどうやって学ぶんですかというところを説明いただけますでしょうか。はい、今回はオンラインのゼミとなるんですが、オンラインのですね、会議ツール、今回、Zoom を使うんですが、で、自宅から、参加するといった形式となります。で、演習自体は各自作業をしつつ、時間になったらファシリテーターとともに、Zoom 参加してですね、受講者様の書いた成果物をこう画面共有しながらフィードバックを与えていくというような形式ですね。というのが、オンラインゼミ中に、やることとなります。で、ゼミ中以外でも、別途ですね、スラックで、チャンネルが用意されていまして、その中で、議論を続けていることも、やっていくという予定となっております。実際過去の事例見ていても、これってこういうことですかといったような質問が、やっぱスラック上で来つつですね、議論するといったことが行われております。で、今回オンラインのゼミなので、演習の資料等々は、オンラインのストレージツール、今回 Google ドライブを使った Google ドキュメントで共有するので、インターネットの接続環境とですね、あと PC ですね、があれば、どこでも受講可能
といったものとなります。なので特にどこかに集まってやると、現実の場に集まってやるというわけではなくて、オンラインで、オンライン上で集まって、受講するといったことがあのゼミでは想定しています。はい、はい、ありがとうございます。以上で、あのゼミのご説明だったんですけれども、ここからは、事務的なご案内について私の方からご説明させていただきます。開催日程なんですけれども、第1回目は2021年の1月27日から全12回となっております。毎週水曜日の初回は19時からの開催になるんですけれども、2回目以降は、ファシリテーターが入ってのディスカッションは20時半から、22時までになっておりまして、一応19時から20時半までは研修時間としてまして、そこでズームも開いてますので、受講生同士でディスカッションとしていただいてもいいんですけれども、もしなんか早めに、もう研修が終わってるですとか、その時間はちょっと仕事で参加できないといった場合は、事前に研修が終わっているようであれば、参加は20時半からで、問題ないというような、タイムスケジュールになっております。で、受講費用は、9万円で、申し込み期限が、2021年の1月15日までなっておりますので、お早めのご応募をお待ちしております。ゼミに参加できない方向けに、ゼミの動画も販売しております。所定の、この開催日時に参加できない方ですとか、自分のペースで演習を進めたい人向けにも、ファシリテーターが共有する画面と、ゼミの、やり取り、ディスカッションの様子っていうのを撮影した動画を、そのまま販売しております。購入いただくと、Google ドライブ上で、ゼミに使った資料ですとか、そういったもののデータの共有もいたします。で、今回からの取り組みとしまして、公表サービスというものを始めることにいたしました。具体的にはですね、動画を見て自分で演習したけど、これはどうなのか、誰もフィードバックしてもらえないという状態だと、こう演習に対するモチベーションも、上がらないと思いますので、そういった方向けに、プラス2万円で、ファシリテーターの佐竹さんからその成果物に対する公表していただくというサービスもやっておりますので、ぜひこちらもご検討いただければと思っております。佐竹さんから何か言いますか？はい、動画で購入される場合は時間制約なく見れると思うんですが、やっぱり実際これは見最初はなんか書き方知っていても書けるわけではないという、車の乗り方を教わっても車運転できるってまたちょっと練習がいるっていうものと同じだと思ってまして、実際アウトプットですね、自分なりに表現書けるっていうところをぜひやっていただけたらなと思っているので、はい、いわゆるゼミでやってるようなフィードバックと同じような、なんか添削っていうんですかね、添削というか公表ですね、は可能なのでぜひ、ご検討いただければと思います。お申し込み方法ですが、ホームページから専用の申し込みフォームへのリンクがございますので、そちらからお申し込みください。動画購入についても、概要ページの動画を購入するボタンからご購入いただければと思います。どちらも YouTube の概要欄にリンクをつけております。関連動画のご案内ですが、前回の、奥村さんがファシリテートをされた明細書作成ゼミ の、この演習の様子とかディスカッションの様子をまとめたダイジェスト動画ですとか、第1期の、受講生の、受講してみての感想っていうのを、まとめた動画がございますので、そちらを見てゼミの雰囲気を知っていただいて、お申し込みされる際のご参考にしていただければと思います。こちらも、リンクは YouTube 概要欄に、貼っております。はい、では以上で、ガイダンスを終わらせていただきます。
お申し込み、ぜひぜひお待ちしております。はい、お待ちしております。